DATV11 月のおすすめ。 JYJ のキム・ジェジュン、演技派イボムス、ゼアのイム・シワン、夢の共演。数奇な運命により生き別れとなった3兄弟、全ての秘密が今明らかになる。トライアングル、8月28日に入隊した超新星ソンジェ、入隊直前の彼に密着。超新星のメンバー、そしてファン、家族とのしばしの別れに涙。これまでに見たことのないソンジェの姿が明らかに。グッバイ超新星ソンジェ、アゲイン2016。トップスターの素顔に迫るスペシャルプログラム、あなたと一緒にスターを見つめて、キムヒョンジュン出演会、11月放送決定。 DATV で放送中のドラマ、感激時代の撮影現場に密着。撮影中の真剣な表情や休憩中のお茶目な素顔まで、キムヒョンジュンの魅力が満載。キムスヒョンのドラマデビュー作、キムチチーズスマイルの放送に加えて、彼の代表作ドリームハイを再びオンエア。そしてこれまで日本で3回行われたキムスヒョンのファンミーティングの模様と舞台裏をお届け。じゃあ、キムさんいらっしゃいます。スヒョンの魅力あふれる貴重な映像は必見です。ジェリー・イエンが1年ぶりに来日、ファンミーティング、そしてその舞台裏に DATV カメラが密着。おー、会いてきて嬉しい。あの大ヒットドラマイケメンですねが、ついに台湾でドラマ化。フェイルンハイ二郎が人気バンドのリーダーファンテギョン役を熱演。韓国版の面白さはそのままに、ときめき増量でやってくる。イケメンですね、ファビュラスボーイズ。酷吧，想酷的境界。Come and get it, GOT7。 안녕하세요、ガスベルだ。旬の K-POP アイドルと世界中のファンをつなぐ、 SNS やテレビ電話でファンと通じ合う新型音楽バラエティー、アフタースクールクラブクリップ、日本初放送。詳しくは DATV ホームページへ。